日本一お菓子が取りやすい？関東に新しくできたゲーセンがヤバすぎた。本日紹介するのは今年6月にオープンしたハピピランド東大宮店。この店の特徴はバカみたいにお菓子に設定を入れてるという点。入店した瞬間に見つけたこちらのパイの実はバランスキャッチして一手で取れるから、お店にいた人みんな取ってた。毎日通ってたらログインボーナス。面白設定も結構多く、お子さんでも遊べる台や初めて見る設定も結構多かったからかなり楽しめた。最近はコストコフェアもやってて、大人買いボックスも盛りだくさん。しかもこれがマックスパワーに近いくらいアームも強かったからめっちゃ取れる。ラーメンボックスは攻略を手順化できたから3手で取りまくり。フィギュアゾーンも激ヤマゾーンがあって1手で取れる景品もあったから初心者にもおすすめ。人気フィギュアもバッチリ入荷されてたから欲しいお宝も見つかるかも。今回もお店とコラボで雪崩設定など作ってもらったから、興味ある人はコメント欄や概要欄を見てくれ。そんな初心者からガチ勢まで楽しめるここのお店はハピピランド東大宮店。ぜひ行ってみて。